牛の乳搾りを行う人。乳搾りは、牛や羊といった家畜の搾乳行為、及びその仕事に従事する人々を指す故障。人類は、戦死時代より家畜化した牛やヤギから乳獣を採取していたと考えられるが、乳搾りに関するもので最古のものとしては、シュメールに残る約5000年前の搾乳のレリーフである。こうした技術は、エジプト、ヨーロッパ、アジアへ伝播し、 11世紀にはヨーロッパにおいて、父絞りが職業としての定着を見せた。現代では牧場体験の一つとして、父絞りを実施する場合があるが、こうした一種の遊びとしての父絞りは中世ヨーロッパですでに行われており、マリー・アントワネットがショートリアノン宮殿にて牛に香水を振りかけて、父絞りを行った話などが知られている。1960年頃より、 バケットミルカーが普及し始めると、手作業による乳絞りは次第に衰退していった。後年には、パイプラインミルカーやミルキングパーラーなどの搾乳機、施設のほか、搾乳ロボットを用いる。搾乳の自動化により、搾乳作業は機械化されている。人間の母乳の場合でも、搾乳を行うことはある。例えば新生児が未熟児として生まれて、 新生児集中治療室などに入院し、先に退院した母が病院へ母乳を子供に届ける場合、あるいは幼児がなかなか母の乳首から母乳を吸えない場合、乳房サの針が強く母乳を出さないと痛い場合などがある。普通は手で母乳を絞って母乳パックなどに集めるが、時間が数十分かかって負担も大きいため、早く絞れる電動式搾乳機なども販売されている。 ありがとうございます。